農費倉庫運輸の本社農費倉庫運輸は、岐阜県岐阜市に本社を置く日本の総合物流企業である。倉庫業、通関業、貨物自動車運送業、貨物利用運送事業、港湾運送事業等を中心に幅広い事業に取り組んでいる。1916年創業、岐阜県岐阜市橋本町に本社を構える。国内では、 岐阜地区をはじめ東京、名古屋、大阪などの主要都市に物流拠点を設け、保管、流通加工、輸配送といった物流サービスを提供している。国外では中国、タイインドネシアベトナムに現地法人や駐在員事務所を設置し、輸出入関連業務を含む国際物流の拠点としている。新時代の物流を創造するおキャッチフレーズに、 陸海空すべての物流モードを取り揃え、シームレスな輸送サービスを提供している。岐阜総合物流センター2017年に、貨物のセキュリティ管理と法令遵守の体制が整備された事業者に対して、税関手続きの緩和や、簡素化が提供されるという、認定通関業者の認定を取得。2020年に、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、 岐阜パッキングと共同でダンボールパーティションを開発した。納紫倉庫運輸の岐阜市観光ラッピングトラック、関東エリア、川越営,営業所中部エリア、大垣総合物流センター、岐阜市店、茶屋神殿営業所関西エリアその他1991年、グローバル時代にふさわしいシンボルマークへと企業のイメージチェンジするため、トラックのマーキングデザインを一新した。従来のボディカラーは、 金華山と長良川をイメージする濃い緑と青色のツートンカラーであったが、新しいボディカラーは、社税、地域経済社会への奉仕より奉仕の色である白色に決められた。丸い七層からなるピンク色は太陽を表現し、青い N は脳皮、緑の W はウィング車を表している。二千十二年、岐阜市観光 PR ラッピングトラックの出発式を、 行った。岐阜市の観光資源、長良川うかや、岐阜城などがデザインされた10トンと4トンの2台のラッピングトラックは全国を回り、岐阜市の観光を PR するために活用される。納期総庫運輸トラック農期総合運輸トラック。ありがとうございます。